マイナー武将列伝、高木種吉。高木という武将は聞いたことがない、そう思う人も多いかもしれません。高木氏は下総の国の武将で、千葉市所流、原氏の家臣でした。その家を独立した存在へと飛躍させたのが高木種吉です。下総の国は戦国時代、さまざまな勢力が割拠した土地。その中で種吉がどのように台頭していったのか、その生涯を見てみましょう。混沌とする下総の国。下総の国での高木氏について明らかになっているのは室町時代中期以降のこと。そもそも下総の国は長らく千葉氏が権勢を誇っていました。しかし教徳の乱によって状況が一変します。弘昭元年1455年、千葉氏分家の幕張安種と千葉氏所流で重臣の原種房が内紛を起こし、家督を奪ったのです。これによって千葉氏の宗家は滅亡、逃れた一族も二手に分裂してしまうのでした。この時高木氏は原氏の指揮下に入ることを選びました。そうして原氏の重臣として働いていくのです。なお下総の国を含む関東には鎌倉府という統治機関が設置されていました。そこでは足利氏が務める鎌倉公方と補佐役の関東管領がおり、関東諸国の豪族はその支配下に入っていました。しかしながら豪族らと関東管領の間で緊張関係が生じるようになり、鎌倉公方と豪族、それに対する関東管領という構図に変化します。やがて永正14年1517年、原氏が足利義昭によって攻められることになります。義昭は足利氏の一門、鎌倉公方が下総の国を本拠としたことで呼称を変えた古学坊の子として生まれた人物です。けれども嫡男ではなかったため家督を継いではいませんでした。それが原氏と敵対関係にあった上総の国の毬奴氏の支援を受け、原氏を攻撃したのです。戦いの結果、原氏は居城のお弓城を失い、城主は戦死。かろうじて後を継いだ原種清も義昭の追及を受けることに。ここで種吉は自身の居城に種清を迎え入れ、その助けとなりました。家臣によって生きながらえた原氏、種清はその後北条氏綱を頼っていきました。一方原氏を攻めた義昭はお弓城を占拠し、その名を取ってお弓公方を自称、古学坊に対抗し始めます。こうして下総の国では古学坊とお弓公方という2つの勢力が存在することに。そして関東の武将たちはどちらかの配下に加わります。高木氏を率いる種吉は古学坊側についたのでした。家の存在感を高める。主家が不在となる中、種吉は千葉正種に側近として用いられるようになります。正種にとって種吉は家臣のそのまた家臣、すなわち媒臣にあたります。それを直臣として扱ったのです。このような扱いはなかなかに珍しいものと言えるでしょう。それでもなされたということは、それだけ種吉が優れていたのかもしれません。さらに種吉は正種の妹を正室として迎えることに。もともと千葉氏の媒臣だったのが直臣となり、ついには婿にまでなった種吉、よほど信用できる人材だったのでしょうね。同じ頃、正種は北条氏との連携を模索、急激に勢力を拡大している北条氏の力を借りることでお弓公方側に対抗しようとしたのです。北条氏は当初お弓公方側を支援していました。しかし敵対関係にあった
扇ヶ谷津上杉家が義明を支持したことで距離を取りつつあったのです。利害が一致したのか両氏は接近。天文元年1532年に正胤はこの正室として氏綱の娘を迎え入れました。こうした動きに伴い胤義も北条氏と関係を持つようになります。なお天文6年1537年、胤義は新たな居城となる小金城を完成させました。この時正胤は完成した城を自ら訪ねていました。茶会を名目とした見回りだったようですが、名目であっても訪ねられるとは名誉なこと。これほどの待遇を受けるとは、胤義が千葉氏の家臣の中でも重要な役割を担うようになっていたのかもしれません。この時期重要な役割というと、北条氏と千葉氏の関係を取り持つことが考えられます。そして胤義には関係を取り持てる可能性のある縁があったのです。先に氏綱を頼った人物として胤清がいます。胤清はかつての胤義の主、その胤清を介して両氏が結びついたとも推測できます。そうだとしたら過去の胤義の行動があってこその話。北条氏と千葉氏の双方にとって欠かせない存在に胤義はなっていったのかもしれませんね。北条氏との関係強化。北条氏は千葉氏だけでなく古学坊とも同盟を結ぶほどになります。そのため義明は北条氏と戦うことを決意。天文7年1538年、高野台合戦が起こります。この戦に胤義は北条側として出陣。義明が討ち死にしたことで北条側の勝利となるのでした。合戦後戦地となった高野台は胤義の所領とされます。胤義にならば重要な土地を任せても大丈夫という信頼からでしょうか。千葉氏だけでなく北条氏においても地位を高めることになります。次第に胤義は領地を広げ、太い川下流域の広大な地域を支配したといいます。この太い川というのは江戸川のこと。水運において重要な場所を治めていたことがわかります。また利根川と東京湾を結ぶ水運を把握し、塩田支配も行っていたとされます。漁師として着実に基盤を固めていく胤義。そんな胤義の影響力を有しておこうと考えたのか、北条氏との関係は強くなっていきました。北条氏康から胤義に相模の国に所領が与えられるのです。相模の国は北条氏の本拠。その土地が与えられるのは好待遇であると言えます。このような待遇からは胤義が独立した武将として捉えられていたことがわかります。そして千葉氏の家臣ではなく北条氏の家臣とされていたこともわかるのです。実際永禄2年1559年の北条氏の文書には高木氏を他国衆として組み入れています。この後永禄3年1560年からの長尾景虎による関東出兵にて、胤義は一時的に景虎に降伏。長尾氏の文書に心中した将として記されています。しかしながら景虎の越後帰国後には早々に北条氏へ復帰。復帰にあたっては居城を古学坊に提供するよう命じられるなどしましたが、それでも北条氏との関係を優先したのでした。北条氏との関係を強化し、独立した武将として名を記されるようにした胤義。彼は永禄8年1565年に亡くなりました。なお胤義亡き後も高木氏では胤義名義の印が家印として用いられるなど、胤義は高木氏の中心であり続けました。一代で家を台頭させた見事な生涯でした。まとめ、名をほとんど知られず
資料もたどれないほどの小さな国衆。それが陪臣から直臣となり、さらにはより大きな大名家の家臣となる。そうして後世に名を残す。種吉の成し遂げたことは、名の知れた戦国武将と同等の価値あるものと言えるのではないでしょうか。豊臣秀吉にはかないませんが、見事な出世ぶりです。立身出世を図りたい人は、種吉の生涯を学んであやかるのも良いかもしれません。秀吉よりも身近な存在で参考にしやすいでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。